皆さんご覧ください、巨大のドーナツでございます。この上にはですね、ズートピアに出ていた乗り物車がちっちゃく細かく作られています。このドーナツの裏はジュディとニックがありますね。にゃ、ヤスです。世界初のズートピアが上海ディズニーランドで公開しましたので、これからズートピアのある上海ディズニーランドは今までのディズニーランドとどういう違いが変化が発生するかを攻略徹底紹介したいと思います。早速レッツゴー。この先がズートピアの入り口になっております。今後の上海ディズニーランドはね、一番大きなのはゲストのボリュームですね。皆さんご覧の通りですね、ズートピアに入るには Q ラインを作っています。しかもアプリで見ると分かりますが、一方通行になっています。パレットの終点のところが入り口になって、ポーションのところが出口になっております。ああ、入ってきました入ってきました。今日は朝早く来たので10分ほどで入ってきました。入ってきたらですね、まずはあの例のアイス買わなきゃいけないです。ズートピアに入る列がここで止められてて、どうしてもゲストがさらに多くなる場合はこの扉の奥、バックヤードになってるんですけど、大きなテントが用意されております。私は一度入ったことがあります。そしてズートピアでございます。この先皆さん並んでいるのは写真スポットですね。例の大きいベンチの上で写真を撮ることでございます。そして右の列がポップコーンを買う列でございます。このゲストの密度は半端ではないですね。ここはズートピアホットパシュート、あのアトラクションの強ラインのところです。大体皆さんは東京ディズニーランドの新しくオープンした美女の野獣をイメージすればいいと思うんですけど、新規オープンした施設とすごく人気のあるテーマということで、もう最初にオープンしたところはもうスタンバイパスとかも実施することもございます。もちろんプレミアアクセスも購入できます。150件1人です。今日は私が入ってくるのは早かったので、まだスタンバイパスは実施していません。もうちょっと時間が遅くなると、このズートピアに入るにはですね、並ぶだけではなくてスタンバイパスもですね、公式アプリで事前に取らないといけないかもしれません。そしてですね、この先がジュディとニックのグリーティングするところでございますが、朝からもう1日のスタンバイが締め切りになったと聞いております。ここのグリーティングのテーマはジュディとニックの新しい下部、新しい警察官の募集会です。ここ空いている理由は締め切りになっています。今まで私はですね、ズートピアのグランドオープン前の様子を動画で届けておりましたが、今日はですね、一応ズートピアがグランドオープンしましたという日で、ゲストは並べば入れる、もしくはスタンバイパスを取れれば入れるようになっています。想定していた混雑でございますね。前回と前々回の動画で紹介していなかったところ、ここは皆さんは叫んだら、私は無理ですけど友達にやってもらいます。皆さん聞こえましたか？ズートピアの死の歌でございます。ただいまの待ち時間が40分と書いてあります。要するにですね、東京ディズニーランドの美女の野獣を考えると分かると思うんですけれども、
まずはですね、混雑する、絶対混雑する、これからですねズートピアのためにいっぱい中国国内でも世界各国からのゲストが殺到するので、これから1月は中国の元旦でもありますけれども、2月に中国の旧正月ありまして、すごい混雑する見込みでございます。このズートピアに入るにはまずはですねスタンバイパスを取得しなければいけない時期が、タイミングがあると、時間帯があると思います。それからですね、このアトラクションを体験するにはですね長蛇の行列がもちろんのこと、まあもし皆さんが良ければですねプレミアアクセス DPA を買えばなんとかですね少し早くエントリー楽しむことができるかもしれません。日によりますけれども、スタンバイパスは今日は運用しませんけれども、お子様連れの方は0歳から体験できますが、大人の同伴が必要です。十分ズートピアを楽しむにはですね、一番安い方法は早く上海ディズニーランドパークに来ることです。アーリーエントリーという有料のチケットを買って、まずパークに入ったらまずズートピアを目指すということが一番効率的かもしれません。またはですね、その次にですねプレミアアクセスを買うこと、次にはですねもうちょっとお金かかりますけれども、せっかくの海外の旅でズートピアを含めたこういった VIP ツアー、こういったアトラクション優先席がすべてついているツアーに申し込んだ方がいいかもしれません。うちの会社にもありますよ。そしてですねズートピアの中のお土産でございますが、ここギフトショップに入るにはですねここまでも並んでいます。こちらの看板に書いてあるようにですね、ズートピアのグッズがズートピアのみならずパーク内の他の店でも販売するようになります。例えばこのガゼルのアメカキャンティなんと行こう。そしてせっかく上海ディズニーランドに来てズートピアに入れない可能性もあるのですよ。そうなると皆さんすごくうっとしいだから、ズートピアの中に売っている食べ物はズートピアの外、パークのいろんなところで買うことができます。例えばでここのワゴンもズートピアのアイスを売っています。長く閉鎖していたここの場所、ピクニックバスケットも人参の飾りができてて、これはですねズートピアのあれです、アイスクリームを販売したり、それからこの巨大のマシュマロを販売したりしています。このマシュマロはなんと188元でございます。外はチョコレートで中はマシュマロです。高い高い。あとこの人参の形のサンドイッチですね、このマシュマロが大きい方と小さい方がセットになると208元になっております。あとグッズですが、ズートピア大きな人参を持っていてるグッズですが、ズートピア限定のグッズもですね抽選販売が始まりました。私はですね今日は当たりませんでした。当たった方からの写真が届きました。こんなものが販売されています。抽選したいと手に入ることができません。中国語でフォン・クワントン・ウチェン・ズートピアと書いてあるところが出口になってしまいます。やばいやばい、私早く出ないといけません。今日ズートピアにですね特別パレードがあります。 Hello everyone and welcome to Shanghai Disney Resort. Before we present Mickey's Storybook Express, we cordially invite you to join our Zootopia Day special pre-parade to celebrate Zootopia Day with some of our Zootopia residents. Let's try everything!皆さん、ズートピアのパレード楽しめましたでしょうか。場所を変えて上海地下鉄人民広場駅に来ちゃいました。それで皆さん
ご覧ください。これです、これが面白いですね。見てくださいよこれ。いや、我々と同じようにエスカレーターに乗っていますね。これさすが上海のパークの中には本当のズートピアの駅がなくて、これで何回も遊ぶことができそうです。ここで楽しむことができました。すごい広告でしょ。そしてまた場所を変えました。皆さん後ろをご覧ください。これやズートピアの駅ですね。まるで私たちがズートピアと同じように駅で行き渡ってます。すごいケーキでいろんなところで宣伝しています。上海のみならず中国全国、おそらくお身の回りにもいろいろなところが上海ディズニーでズートピアがグラウンドオープンすることが宣伝されているじゃないかと思います。ここの駅にもズートピアに見かける横断歩道がありますね。皆さんご覧ください。そしてパークにあるパーキングロゴもですね、マークもね、駅にも作られていますね。これかわいいですね。これは本当に私たちが駅に乗って電車に乗ってズートピアに、次がズートピア到着です。はい、ということでもう3回連続で上海ディズニーランドのズートピアの話をご紹介させていただきました。この動画の内容が良かったらチャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。